超特将は大日本帝国の飛行機操縦士であり、大韓民国の軍人、韓国空軍創設者の一人、創始改名時の日本名は火山特将。1903年5月、平安北道義州軍に生まれる、7歳の時にソウルに移住。1917年にアートスミスの曲芸飛行を見て飛行士になる決心をした。1919 19年3月に、 養成高等普通学校卒業。同年3月頃、日本に渡り伊藤飛行機研究所に入学。同じ頃、小栗飛行学校にいた、安正夫と会い、後に、新も加えた3人でよく集まり、お互いの苦難を訴えたり励まし合ったりした。1921年11月29日、伊藤飛行機研究所、第1期卒業。 1922年4月に3島操縦士の免許を取得、アン・マサオに続き2番目の朝鮮人飛行士となる。同年6月、3島操縦士飛行協議会が開催され、伊藤式90馬力で高度飛行協議に参加した。成績は1490メートルで当該であった。慰労金で超に120円が贈られた。同月、日本航空輸送研究所に入所。 井上長一に指示し、勤務中に、井上の娘の純子と結婚する。1922年10月、日本航空輸送研究所は、三重県水産講習所と提携して、日本初の魚群探査飛行を実験することになり、浜島町海岸を基地にして、横小式ーベンツ130馬力機器を用いて、町が、講習所員や漁夫を交代で乗せて、熊野灘を飛行した。 150から300メートルの高度で、まんべんなく飛び、サンマやイワシの大群を、機上から電車バトを使って本部に通告し、また魚群場を旋回して、付近の漁船を誘導するなど、最初の試みは成功だった。1923年、二等操縦士の免許取得。同年4月3日、岸和田町が、市に昇格した、記念祭に、横昇式地取り号で、祝賀飛行した。 日本航空輸送研究所は、超特賞、井口実、長尾一郎、久保田亀之助によって、週3回の大阪高松間、週2回の大阪徳島間を休みなく飛んでいた。1924年6月1日付で、揃って一等飛行機操縦士の航空免状を、交付された。1924年8月、高知県の種崎浜及び須崎浜で、 高知水産試験所と提携して太平洋岸に魚群探検飛行を実施した。1回目でハマチの大群、4回目でカツオの密集群を見つけるなど成績は向上した。この飛行で発見魚群の所在と種類と書いた報告不票を出動中の水産試験所試験船に投下して知らせる方法も試みた。同年12月、伊勢湾周回検証飛行協議に参加。 成績は、当該で10位だった。1925年6月、大阪朝日新聞の講演で、民間航空発の挑戦横断飛行が行われた。全羅南道東へで、横正式号100馬力機器を整備し、井上も同乗して6月2日に道地を出発した。同日のうちに、霊水、紅葉、順天を飛び、3日にイカダ橋、4日には木浦を経て、雲岩に到着し、 各地で熱狂的に歓迎された。井上と蝶は講演をして航空思想の紅葉に努めた。5日に河登る群山へ飛び、6日に京城に入り観光に着水し、1109キロを13時間17分で水蒸気の朝鮮連絡飛行に成功した。それからしばらく京城に滞在し、10日午後に公開飛行を行い、着水の際に、 強烈な加口気流によって、観光のサスに格座転覆して機体が大破したため、中旬に、堺大浜に帰還した。1925年10月、高知県室戸岬を中心に、超操縦の横小四キロ号向型水蒸気で、魚群探検飛行を実施。太平洋に面する荒波地域だが、よく検討し、機上からの信号を旗や発火弾にするなど新規軸の、 方法が試された。1927年2月22日、堺大浜で郵便袋3個を積んで午後1時半に出発して内部に向かったが、途中で会場に不時着して救助を求めていたところ、漁船に発見され、引航してもらった。町は、そういう管が切損しただけで、修理ができ次第翌日大分へ向かうと語った。1928年5月、 日本航空輸送研究所による大阪大分間の旅客貨物定期輸送業務が開始される。毎週月水金曜日の3回運航され、半座単葉水蒸気、銀地鳥57機が使用され、総重士に、久保田亀之助、張徳章、長尾一郎、馬場栄一郎、運野正夫の5名が当たることになった。日本航空輸送研究所は、大阪湾一周遊覧飛行を計画し、 7月28日、長操縦の半崎に林支配人が同乗、大阪市場及び、堺市南海電車沿線に、宣伝ビラ10万枚を散布した。1929年4月1日、堺大浜松山間の試験的定期航空を開始し、同日、 上り便を、超操縦のユンカース F13 型水蒸気が、新聞記者1名ほか1人の旅客を乗せて午前11時40分に、松山を出発し、午後2時半に、堺大浜に到着した。1930年3月20日、大阪の中心繁華街の川の中に飛行機が、墜落する事件が起こると、井上所長らと共に、現場に駆けつけ、事故の原因を調査した。 1931年6月24日、郵便物輸送で操縦していた半座水蒸気が発動機故障により和田岬沖に不時着水した。和田岬県検疫所のランチに発見され救助された。1933年5月19日、大阪から松山に向かう途中、操縦していた14式水蒸旅客機が発動機故障のため高佐号機合に不時着した。 旅客二人と郵便者は無事で発動機船に引航されて淡路の岩屋港に着いた。1934年9月、室戸台風によって日本航空輸送研究所が被害を受けると解剖議会はガス電系 R-1 型2機を無償対応することになり、10月30日に第12義友号を1935年4月4日に 第13義勇号を大阪に空輸した。1935年1月1日、大阪白浜間定期航空が開始。超特殊操縦の第12義勇号と片山飛行士の14式水上旅客機に、計7人の旅客を満載して午前10時半に出発し、午前11時10分白浜の綱淵に着水。気候は午後三時半ごろ白浜を離水して、 午後4時20分に大阪に帰着し、開き渡る便を完了した。1939年に大日本航空へ入社し、機長として活躍。大日本航空福岡支所で機長として勤務中の1939年5月13日、ダグラス DC-3 で福岡から那覇経由で台北に向かう東、シナ海で右発動機からオイルが漏れ油圧低下して、 警報灯が点滅したので、片発飛行となり、約30分で、魚釣り灯に不時着した。水蒸気が専門だったので、着水操作は見事で、幸い乗員6人、乗客5人の全員が無事に魚釣島手前の、北小島という無人島に泳ぎ着いた。1945年4月、日本陸軍の猛輸送作戦が発動され、金浦飛行場に設けられた、輸送作戦本部で、 支援業務を担当した、金保飛行場で勤務中に終戦を迎えた、飛行時間9820時間であり、これは戦時中の日本で3位の記録であった。1945年8月17日、李の遺骨や遺品の空輸任務を終えた、塚谷、山形操縦士の一式総発高等練習機に同乗して大日本航空福岡支所に帰還。 1945年10月2日、朝鮮航空協会会長。解放後は、韓国空軍の創設に参加し1948年4月に、航空幹部要員として、不評学校に入校。5月に卒業して、認証医。8月、陸軍航空基地部隊長。1949年10月1日、空軍独立基地司令官。 1950年6月25日に朝鮮戦争が勃発。戦争中に6261回出撃し、1953年に飛行時間が1万時間に達した。1950年7月、空軍広報司令部参謀長。1950年8月28日、空軍飛行団長。1951年7月1日、順将に昇進。 同年8月1日、第一戦闘飛行団に改編。1953年4月、少将に昇進。1953年5月1日、空軍本部行政参謀副長兼第一、訓練飛行団長。1955年3月、空軍参謀次長。1956年11月、中将に昇進。 1956年12月、空軍参謀総長。1958年12月、参謀総長を離任して、参謀総長顧問に就任。1959年2月、予備役編入。大韓航空協会会長。1963年、民主党に合流するが後に新政党に合流。同年5月に新政党上務委員となるが、民主党に復党して、 同党中央常務委員。同年7月、民主党中央委員会副議長。同党中央委員。同党中央常務委員会企画委員。同年11月、国会議員落選。1964年12月、民主党中央委員会議長。1965年5月、民政党と合わせ党になり、民衆党党員となる。同年6月、民衆党指導員。 同年7月14日、金広志一、金在春、僕平健、僕窓川明、白前鎮、総隆志さん、孫玄一、李、総京一万、最慶六ら予備役将軍と共に、日韓基本条約の反対声明を発表。デモによって、学生と軍が衝突する中、翌8月27日には、国軍将兵に送る交代文を発表。 国軍将兵が神聖な国土防衛の使命よりも、執権者によって国民や国家の利益に反する目的で動員される悲しき事態に至ったとし、執権者たちを反民族行為者であり、民主主義に逆らう反国家行為者だと急断した。また、国軍将兵には、どんな状況でも愛国国民に銃を向けてはならないと訴えた。同年12月、 武議改変により指導員辞任。1967年5月19日、新民党り九1968年5月10日、韓国空軍の親睦団体であるボラメ会が結成されると会長に就任。1972年7月11日午後6時30分、ソウルの自宅で心臓発作により死亡。国立ソウルは北大将軍墓地の一角に夫婦。 そろっても日がたっている。ありがとうございます。